今回はちょっと後付け実況でねあのー、これ実況していきたいと思いますまあね後付け実況ということは何かをまあ取るというわけですけれども今回はえっとアトミックキラーを取ったというわけで後付け実況していきたいと思いますチームデスマッチですねまあね あのー、チームデスマッチ、やっぱね、チーデス楽しいんですわ、<laughs> あのチャレンジでね、心がすさんでる僕にとっての癒しのね、チームデスマッチをやってたらね、ついつい取れちゃったわけですよ、その時ね、動画撮っときゃよかったんだけどね、たまたま忘れててね、本当に、後から気づいて、あ録画ソフト回してねって言ってね、エルカトちゃんね、あのー、便利なんですよ、そこらへん、なんかソフト起動してたら、自動的にもう、録画してくれて、あのー、 なんだろうな、こう、まあそういうフラッシュバック機能っていうのがあるんですね。過去の時間に遡って、ああ、今、ソフトが起動してる間だったら、ああ、さっきのところ、ちょっと撮りてえって思ったら戻ってね、あのー、動画として書き出せるっていう風な機能があるんですけど、そこら辺がね、便利でね、という感じで今回はね、アクアリウムのチビですですよ、本当に。いや、もうチャレンジね、チャレンジやってくるとね、あのなんか麻痺してくるんですよね。よくさ、あのー、自分がね、こう、 得意な不得意な武器使ったらうわ得意な武器だったらあれできるのに悔しいなーって思いがだん,だん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 薄れてきてうーんみたいな何も感じないなーってなってきたんであーちょっとこれやばいなって思ってねあのー、危機感が感じられなくなったんでちょっと地図ですよねあのー、ひしこいてあのー、修正してます自分の感覚を。<laughs> いやー、ほんとね、あれだね、びっくりしたけど、これは何キルしたんだろう、31か3、31ぐらいした気がするんだけど、ここでブラウンズですね。一応なんか、キルストリークのやつは含まれてんのが、含まれてないと思うんだけど、なんだろう、あの、スペシャリストのやつも含まれるっぽいですね、今回は。で、ここで、ここかないつタロン出すんだかわかんないけど、これヘイターね。やっぱ血ですね。あー ヘイターが安定ですね、こりゃ。タロンにヘイターが安定です。なぜかっていうと、ヘルストームとエルストが弱すぎて <laughs>、大して使えないって感じのところがあるのでね。別に、あのー、今回のチーデスは、なんか、うん、そこまでリスポーンとかそこら辺のね、あのー、まあ、ヘルスト、エルストを使って、か使ってなかったんだけどね、前回の、あの、B を積む僕は。だいたい UAV 回して、エルストが一つあるかなぐらい。 相手の前線切り崩すのにとかね使うんだけど割と室内が多くてあと当たらないからうん下手くそだから僕があのエルスト当てられないんでじゃあいいやって思ってあの使ってないんですよタロンはねこれ自分で操作できて結構倒せるんでねこれは調整用なんですけどうん負けそうになったらね使う感じこのクレーラーいいですよねあんま使ってなかったんでね今これもあれでっ使ってみたんですけど 危危ない危ないいってね今回 VMP を使ってチーデスやってますけどこれは多分多分じゃない確実に修正前の VMP ですね現在はねあのー、経験値経験値真っ只中経験値2倍か2倍真っ只中なんですけどそれの前の日のチーデスなんで特に2倍のなんかあの表記はないですねこれで今24キルかなタロンででも2キルしてるから22ぐらいタロン確かさっき2キルぐらいしてたよねちょっと ちょっとあそこ重要なシーンだったの忘れちゃったこのタロン1キルもしないよ多分あ1キロもしないのかなどうなんだろういやーほんとねアトミックはねまあよくね皆さんがアトミック取るときはまあ、結構慎重に動いてとかなんですけど僕の場合はねあの派手に動いてキルスト回してっていう形が多いのであんまり慎重じゃないっていうところがねあるんですけどでもこの方がなんか楽しいよね いや僕、チデスやっててね、思うんですよ。あのー、例えばチデス、お、これプ、プロチナプロチナチデスでね、プラチナさっき出たってことは、そうだね。さっきの2キルがやっぱ、あのー、反映されてないってことだから、うん。ちょっと待って、ここで、ちょっとチデスロンが語る前に、ちょっともう少しで取れそうだから、多分あと1キルぐらい取れるんじゃないかな。ここで取れるとかあ、あと1キルか。あと1キル、あ、トリプルキル、どうだ あと1キルぐらいかなやっぱでもってチレスはね、とつった方がなんか楽しいんですよね。おこれでどうだ来たんじゃないちょうどプレステージ被っちゃったよね。アトミック。あ、これで32。あと1キルしますよ。セレリウム今回ないっぽいっすね。それがちょっと今回言いたかったところなんですけど。あと1キル絶対、絶対する。絶対する。どっかするわ。アトミック取ったよねって思って。自分、おお、やったーってね、なってるわけですけど。 ここで、ここでアトミック取ってから、絶対セレリウム一回ちょっと見たいから取りたいぞって思ってね、ここはちょっと慎重です。ね。右。あれ、1キル。だけど、セレリウム、あ、取ってんじゃん。あ、取ってんじゃん。 っ <laughs> っててたたわ <laughs> 普通にセレブなってましたはいこんな感じで終わりましたけどやっぱチーデスってねとつってなんかまあ正直ね僕はチーデスでどれぐらいがまあどれぐらいの成績だったらじゃあいいのって思うんですけどまあ大体1.5あれば十分だと思いますよ僕はなんかあのー、成績例えば例えばこうガンマしてね あのキルレ3とか4とかそんな取ってやるものも楽しいと思うんですけどそれよりなんか一瞬を輝けるような感じでとつる方が好きなんですよね、あのー、なんだろうな敵の懐に飛び込んで3キルバーってやって死んでみたいなねそれまではちょっとデス重ねてで結局稼げるところでは5キル6キルできるけどそのほかは死んでなんやかんやんで1.5ぐらいがちょうどいいと思うんですよねそれの方がなんかね僕はそれが合ってるんですよね まあでもたまにねあのー、ひたすら待って楽しむっていうのもあるんですけどまあたまにがちょうどいいかなってぐらいですよはいというわけで今回はこんな感じでねなんやかんや言ってあっさり終わっちゃったんですけど、まあ、まあまあまあそんな感じのチームでスマッチでした皆さんもねあのー、頑張っ たらと取れるかかかどどうわかかんないけどヘイター回せば多分取れると思います。チームデスマッチ頑張ってみんなセレリウム取ってみてくださいな。あと取れるんだったらフリフォフリフォとかだったら足音聞きながらなのかな僕はあのチーズで基本足音は聞いてなかったかな今回この時はね。 足音というよりも先に相手より先にレーダーを出して相手より先にヘイターを出すということに重視して戦いましたというわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います皆さんも頑張ってチャレンジいろいろね今回はアトミックのチャレンジがあるので皆さん頑張ってくださいというわけで次回もかかってこーい